皆さんこんにちは、ワンダリグルビーチです。今回はスーパーファミコンの紺碧の艦隊、続きをプレイしていきたいと思います。前回はフレッチャー艦隊を撃滅する作戦を行いました。味方の損害はゼロという大勝利で終えることができましたので、今回はその続きになります。まずは余剰予算の使い道からですが、新兵器は現時点で開発できるものはすべて開発済みの状態になっていますので、全額経済投資に使います。まずは米国の報道に対するアピール、これ 100% まで持っていきましょう。これによってアメリカ軍の兵器開発速度を遅らせるという内容です。続いて中小企業投資、これに1億円使って、残りを均等にですね、ハワイの基地整備、そして東南アジア経済圏整備、そしてオーストラリアへの援助に使います。これで次のステージに進みましょう。一撃強靭タスマン海戦、ちょうど OVA でこのタスマン海戦を見た直後なので、タイムリーにプレイできますね。作戦の指令です。アメリカ軍第7艦隊は高杉艦隊の陽動によりニューカレドニア沖まで進出。第7艦隊というのはモルガン艦隊のことですね。高杉艦隊がハワイから南下する動きを見て出撃してきたという描写になっているんだと思います。紺碧艦隊及びラバウルの航空隊はこの機を逃さず、モルガン艦隊をタスマン海にて撃滅せよ。本作戦における重要な戦略拠点については、ニューカレドニアにあるヌーメア、ここに米軍基地があります。これを破壊してくれという内容になっています。モルガン艦隊がヌーメアに対するとオーストラリアの封鎖が完了しないということなので、その前に撃破してくれという内容です。さらに海底魚雷も施設済みということなので、これをうまく使いたいという作戦の内容です。続いて新兵器の開発、日本軍とアメリカ軍それぞれ報告があるんですが、このステージでは共に新兵器登場ないと思いますので、このままステージに入っていきたいと思います。海底魚雷の施設完了の報告も上がっています。ではまずマップ上のユニットを確認します。紺碧艦隊からですね、第一戦隊です。 E600 型の潜水空母、ここにはですね、艦載機雷を積んであります。ただ未経験性なので、まあ兵力としてはあまり大きいものではないですね。続いて E700、 こちらには艦載機は積んでありません。第二戦隊も見ておきます。第二戦隊は E500 3隻からなります。でこちらにはですね、艦載機としてシュンラ水上戦闘機16機、これが搭載されています。ただ2隻目そして3隻目に関しては艦載機なしです。なので、まあ使い道あるかどうかは別にしてですね、シュンラ、これまず250キロ爆弾搭載して出撃しちゃいましょう。続いてラバウルの航空隊の位置確認します。ここです。でヌーメアの基地がですね、ここから結構遠いこの場所にあるので、リハーサルをやった時ですね、モルガン艦隊を迂回する形で大回りしていったところ、モルガン艦隊の航空隊に捕捉されてしまってですね、損害がかなり大きく膨らんでしまったので、今回はもう直進します。モルガン艦隊の脇をかすめる形にはなるんですけども、最短でヌーメアの基地を爆撃できるように、迂回ルートではなくて直進最短ルートでヌーメアを目指します。ではここでラバウルの航空隊のユニット確認しておきましょう。 OVA の中ではですね、このラバウルの航空隊は E900 の、補給を洋上で受けて、まあ、チョークここまでやってきたという設定になっていましたね。緑電解水上攻撃機が250キロの爆弾です。この緑電解がですね、250キロの爆弾というのがあって、こちらにある敵の飛行場と軍施設ですね、これを攻撃、破壊するには、まあ、
3ユニットぐらいの攻撃が必要になってくるというのがあって、爆撃機がね、敵に攻撃されて破壊されてしまうとちょっと苦しくなります。もう一つの標的、ここがモルガン艦隊ですね。駆逐艦と空母、戦艦も少ないですがしっかり配備されているバランスのいい艦隊になってますね。艦載機の方はエンジェルキャット含めロケット弾を装備した最新鋭の戦闘機なんかも登場します。なので今まで航空機同士の戦いではかなり有利にプレイできていたんですけども、このステージあたりからはですね、逆に損害が大きくなってくる、そういう状況も考えられるかなと思っています。ではゲームを進めていきましょう。敵が海底魚雷接触しましたね。この海底魚雷地味に敵を削ってくれるのでありがたいですね。特に駆逐艦みたいに編成数が多いユニットに関してはこの海底魚雷でその編成数を減らしてくれると、コンペキ艦隊が攻撃を加えるときにだいぶ助かります。ではコンペキ艦隊の方も進んでいきます。こちらにある水上戦闘機、春蘭に関しては一旦この位置で待機にします。ラバウルの航空隊と突入のタイミングは合わせたいですよね。ラバウルの航空隊は気にせず直進です。ユニットを動かしました。ご覧のような形でなんとか護衛戦闘機で爆撃機を守るようなそういう布陣にしてあります。最悪の最悪、春蘭をね、コンペイ艦隊から出撃させてますので、その春蘭と爆撃隊を使ってですね、敵の飛行場破壊、それと同時にコンペイ艦隊でモルガン艦隊を撃滅するという内容ですね。海底魚雷に、ここまでのところ、敵がうまくはまってくれてますね。敵戦闘機の襲撃を受け始めています。敵はロケット弾、味方は機銃という、武装的に全く歯が立たない状態になっているので、ここは迎撃ではなくても回避という設定にしてあります。なので護衛戦闘機はちょっとでも長くですね、生存してもらって爆撃機を、まさに身を挺して守ってもらいたいというところですね。では航空隊突入させていきましょう。ニューカレドニア島の上空までね、到達してきましたね。前機が攻撃レンジ内に入るためにはどうだろうな、もう、1ターンないし2ターンは必要になってくると思うので、そういう意味でもやっぱり護衛戦闘機がこのまま長く生存してもらうっていうのはこのステージをクリアするためにも重要ですね。春蘭もなのでニューカレドニアにもうちょっと近づけて打ち漏らしがあった時に即座に対応できる状態っていうものを作っておいた方が良さそうですね。一番嫌なのがユニット自体が完全破壊されてしまうという状態を避けたいので、特に爆撃機がね、敵に2面以上さらすようなことがないように気をつけましょう。
こんな感じで航空機、ラバウル隊を配置済みです。コンペキ艦隊の方もちょっと進出させておきましょう。護衛戦闘機が、まず1ユニット破壊されてしまいました。春蘭の方にやってきたな。損害出ますね。まあ、春蘭をもう収容することはできないので、まあ、春蘭は次のターンでもう強制的に突入してもらいます。ここも一撃しか。ちょっと護衛戦闘機の消耗が激しくなってきましたね。ついに爆撃機が攻撃として狙われてしまったな。なんとか持ちこたえてほしいところだな。うわ、半分ぐらい削られちゃった状態ですね。基地攻撃に関してはまず優先的に攻撃したいのが敵の飛行場の方になるので、飛行場の方から爆撃していきましょうか。低高度から入って爆撃を確実に工場に当てていきます。250キロの爆弾なので、まあ3回攻撃しないとおそらく完全破壊という状態にはならないんじゃないかなと思うので、まあそこがちょっと、まあ厳しいところではありますね。ここも250キロの爆弾落とします。あと一発当てれば飛行場の破壊は完了できそうですね。であればこれで飛行場破壊しちゃいましょう。低高度から入って250キロの爆弾を落とします。工場さえ破壊すれば、敵のね、陸上機相手にする必要がなくなるので、だいぶ損害がね、抑えられるんじゃないかなというふうに期待しています。では残りの爆撃隊は、湾口施設に攻撃を仕掛けるために、進撃していきます。本当に敵の、戦闘機からどうやって身を守るかというのが課題になりそうですね。護衛の戦闘機がもう2ユニット、2ユニットしか残ってないので、次のターンでおそらくこの護衛戦闘機が壊滅すると思うんですよね。その後どこまで、まあ、戦えるかというところなので、先に春蘭ももうやられてしまうのを覚悟の上で爆撃しちゃいます。で次のターンで春蘭離脱させれば、あの今いる春蘭の場所からね、別の爆撃隊が攻撃できると思います。ではコンペキ艦隊の方も敵の攻撃に入っていきまーす。まず、老軍作戦で、一気に、3つの、敵の艦隊編成を、撃滅していきましょう。敵基地攻撃隊ですが、残念ながら、ここまでで、護衛機は全部落とされてしまいました。
残っているのは爆撃隊のみです。なんとかこの爆撃隊でヌーメアの基地を攻撃完了させたいですね。これでヌーメアの基地攻略完了です。本敵艦隊の方ですが、音響感知魚雷は節約して、通常の酸素魚雷で迫ってきている敵に攻撃を与えて、老軍作戦が使えるタイミングが来たら音響感知魚雷を一気に使っていきたいと思います。激震完了ですね。だいぶ損害が出てしまいましたが、このタスマン海戦勝利できています。では損害状況を確認しておきましょう。航空機100機損失ですね。100機という数、相当な数ですよね。アメリカ軍の方は、前期艦隊は破壊済みです。損害状況ですね。収入が2億5800万、支出1320万、これ航空機100機損失分ですね。収支としては2億4480万、手元にあります。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。